明治神宮外苑軟式グラウンドは、東京都新宿区霞ヶ丘町に所在するグラウンドである。軟式グラウンドという名称だが、使用種目は軟式野球の他にソフトボールキックベースティーボールがある。なお、一般市民は高級を使用できない。この中には、天然芝5面、人工芝1面の計6面で形成されている。 おのののグラウンドにフェンスなどの境はない。拳球場では、稀に東京ヤクルトスワローズの選手たちが練習に来ることがある。これは、神宮球場、第2球場とも、学生野球が、使用順位で優先されることによるもので、学生野球シーズンは試合前の練習ができないためで、あるほか、第2球場は、野球の試合がない場合は、 ゴルフの練習所として使われ、一般開放していないためである。このグラウンドでは、バットグローブミットキャッチャーマスクスパイクを1個800円でレンタルしている。ただし、予約は受け付けていない。軟式売店では、軟式や休養ボールのほかストッキングやベルトなどの運動用品を販売している。また、飲料や弁当の販売もあり、 東京ヤクルトスワローズグッズの球団公式ショップも併設している。ジングル外苑花火大会の会場として使用される。定員2万5000名。また、旧国立競技場で行われた1964年東京オリンピック並びに1991年世界陸上競技選手権大会の開催時には、 この軟式グラウンドの一部を仮設の補助トラックに改装したことがあった。2021年に予定される東京オリンピックの時も同様に仮設トラックを設置する予定である。なお、神宮外苑は今後神宮球場と秩父の宮ラグビー場の土地交換による新スタジアムの建設や神宮第二球場の撤去解体などの再開発が 予定されており、一度東京2025輪、開催終了後に、陸上の仮設トラックを撤去して、軟式野球場を復元してから、2023年を、めどに再開発のため軟式グラウンドも撤去するという、方向で調整されていると報じられている。電車、ありがとうございます。